ガイスター、またはファンタスミは幽霊を元にしたコマを使ったドイツの二人用ボードゲーム。作者はアレックス・ランドルフ。プレイ人数は二人。1982年の発売以来、出版社や名前を変えて再販を繰り返している。1982年、ドイツ年間ゲーム大賞ノミネート。コマの背中についた印を お互いにわからないように配置した外に取り合うという、単純ながら、心理的要素の強い対戦ゲームである。ガイスターはドイツ語で、幽霊。ホントスミもイタリア語で、幽霊の意味。主なルールとして、シックスリポーンやリバースをして、ゲームの戦略を立てる。自分のお化け駒として、背中に、青印のついた、良いお化け駒と、赤印のついた、悪いお化けの駒が4つずつある。 ゲーム開始時にボードの自陣に自分のお化け駒をすべて配置する。背中の印は相手からは見えない。ゲームは順に自駒のいずれかを立て、または横に一マスずつ動かすことで進められる。パスはできない。チェスや、将棋のように相手の駒のある位置に自分の駒を進めると相手の駒を取ることになる。ゲームの勝利条件は以下の3種類のいずれか。相手の 良いお化けを全部取る。自分の悪いお化けが全部相手に取られる。自分の良いお化けの一つを相手側出しつぐ力外に出す。ルールは簡単であり、プレイ時間も15分程度と短い、手軽なゲームである。人気の一員として、子供や初心者でもできる点が挙げられる。勝利条件が3種類あり、それらのいずれかを達成すれば良いので、作戦の種類が広がる。 相手の動かし方をもとに、コマの正体を推理することになるが、論理だけでは完璧に推理することはできず、缶やハったりなどを駆使する必要がある。お化けコマは、特徴的な形で、ボードや外箱も、雰囲気のある、美しい造形である。ヨーロピアンゲームコレクションに収録。ありがとうございます。